文永寺は、長野県飯田市にある新言衆地山派の寺院。三号は、南原山。創建は、文永元年、亀山天皇の直眼により、信濃国友の僧の地頭で、鎌倉幕府御家人の友久信沙だが、京都の大号寺理聖院の高志号あじゃりを解散として、創建したとされ、自来、理聖院とは、関係が深く、大元水手法を本主する直眼書として、 朝廷とも関わりを持ち、天皇神官の女房法書が8通残っている。友久しからは2世帝政4世、大春、6世、宗淳、7世仙明る、8世宗淳と当時の住職となるものが多く出た。特に6世宗淳は、交渉2年に、御花園の天皇の臨時を賜り、大元水道が建てられた。流世期には12の陰謀に同等が立ち並んでいたと、 されるが、天文23年には、武田氏の陛下により、神の峰城と共に消失し、現在の建物は、江戸時代中期以降のものである。本尊の大元水明王は、上は5年に日東像の常赤月立志が将来したものと言われる。寺表の立つ山門からは、東派府入りも屋の二天門を通ってまっすぐな山道が、続き、境内に入ると首廊と阿弥陀堂がある。の背後には、 築地米が本堂境内を区切り、高唐門の直指門が立っている。二天門の門内には造長天と多門隆が安置されているが、天正年間に本堂が消失した際に運び出されたものという。首郎にある盆昇は鎌倉時代のものとされ、長野県だからに指定されている。公安六年、神谷つゆの名がある石室と五輪塔は南と接光。 菅原雪長により作られた昭和5年国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。